皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回はプレイステーションのゲーム沈黙の艦隊コンプリートモードの続きをプレイしていきたいと思います。ミッション17からになります。米海軍有数の名潜水艦艦長ジョン・アレキサンダー・ベイツ大佐が指揮する潜水艦隊に挑むということです。早速始めていきましょう。北極海ですね。敵の編成に関しては米海軍次期主力攻撃元帥 NSSN級の存在、これが確認されているということですね。本艦以上に静かということなので発見するのも難しそうですね。では魚雷を補充してミッションに進んでいきたいと思います。ではミッション画面に入ってきました。まずはちょっとボトムについてですね、敵の動きを探っていきたいと思います。深度880まで潜航します。魚雷に関しては主にですね、お、早速撃ってきたな。ちょっとこれか回避してからにしましょうか。マーク50の魚雷を中心にシーランスなんかも持ってきていて、ある程度ですね数は揃えたというところです。敵が魚雷を撃ってきた方向を中心にちょっと索敵をしましょう。いましたね。 NSS2級の潜水艦発見してます。では早速ですが、ここで魚雷を撃つための深度まで浮上していきます。500まで上がりましょう。さあどっちが先に魚雷撃てるか。敵も魚雷を撃つ準備してますね。マーク50の魚雷早く撃ちたいので1番艦から出します。敵が早い。ちょっとここは急速に動いて何としても魚雷をかわしましょう。もらった。こちらの魚雷を外れている。さすがですね。ちょっとボトムにつくタイミングが悪かったかな。さらに敵の艦影がありますね。ちょっと一回この目の前にいる潜水艦をくぐって、その先にいる潜水艦に魚雷当てましょうか。マーク50の魚雷1番艦2番艦から出します。敵も撃つのが早いな。撃ったら即回避運動にやりましょう。さらにこちらは深度100まで浮上。この後はですねシーランスを中心にどちらかというとヒットアンダーウェイ策で、進んでいきたいと思います。まずは魚雷1本命中。さらに魚雷当てていきましょう。優先で出します。かわされた。ちょっとここで注意しなきゃいけないのがですね、どうもこのマップ北極海ということもあってか、シーランスがちょっと使えないんですよね。もしかしたら説明で出てたのかもしれないんですけども、シーランスが使えない以上魚雷の数がちょっと足りないかもしれないですね。なので、まあ、少ない魚雷で確実に敵を仕留めていくというのでちょっと心がけていきたいと思います。敵の後ろを取りました。ここからマーク50の魚雷1本1番艦から、これ当たれば2本目の直撃弾になるので、それでもこのステージまで上がってくるとなかなか撃沈までは持っていけないですね。貴重な魚雷をウォーミングで出してしまいました。優先弾で出します。かわされた。
ちょっと魚雷が全然足りなくなってしまったので戻って魚雷の、種類変えていきます。ここまで2隻の源泉沈めてきました。さらに敵の源泉が潜んでいそうなエリアへと、探索範囲を広げていきます。でやはりですねマップ見てみると、ここは北極海ということもあって海面は分厚い氷で覆われていてシーランスが使えないというマップでしたので魚雷はですねマーク50、対潜水艦専用の魚雷を多めに持ってきています。では探索します。お、早速いましたね。先にこっちから魚雷を当てたいので魚雷装填します。マーク50の魚雷ホーミングで1番艦2番艦から発射です。撃ったらすかさずこっちは回避運動に入ります。敵もね撃ってくると思います。こちらのホーミング魚雷がデコイで回避されたので続いて優先弾に切り替えて1番艦2番艦から魚雷発射です。魚雷出た。これは直撃コースに入ってるが、当たるか？命中。撃沈までは持っていけませんでしたので、さらにここは、1番艦、2番艦から続けて魚雷撃ちます。至近距離から。命中。まだ沈まない。さらに、魚雷。かわされた。敵も向き直ってきたのでちょっとまた回避運動を取りつつですね。撃沈します。スティングレイ。さらに敵の源泉まだ潜んでると思うので探していきましょう。敵の源泉発見。深度500まで通常。真横から先制で魚雷を当てます。マーク50の魚雷、あと2本しかないんですが、これ、ホーミングで2本撃ちましょう。で、魚雷が出たらですね、回り込んで、追撃の優先魚雷、これをね、撃つ準備をします。お、ベイツ大佐。ここに乗ってましたね。ここはすかさずデコイをしっかり合わせてきますね。でここはこっちとしても読み切っていた動作なのでマーク21の魚雷優先弾で1番艦から4番艦発射です。これが4本刺されば刺されましたね。ノーチラス。激震ですね。まあ、出し惜しみせずに4本の魚雷ですね。これ同時に撃てたのが良かったかなと思います。では、続いてミッション18に進みます。米海軍アレックス P 長渕大佐が指揮する一大空母艦隊に挑む。最新鋭空母2隻が配備されているということですね。カリブ海で最新鋭の空母2隻。さらに護衛の巡洋艦6隻、さらに数隻の耐水フリゲート艦も含まれているということで、だいぶ強そうですね。今回は、対水上艦船用の装備へと、変えて出撃をしていきたいと思います。では、ミッション画面に移りました。今回は、空母相手ということなので、編成としてはですね、トマホーク。これをだいぶ多めに持ってきましたので、敵を見つけ次第ですね、トマホークをどんどん撃っていくと
そういう作戦をしていきたいと思います。カリブ海の島の中、敵は航空兵力持ってますけども、私たちは、こっちはね、潜水艦なので、もう島をくぐり抜けながら進むっていう中で、先に敵に発見されると、一方的に攻撃を食らうことになりそうですね。さあ、見つけてきました。まずトマホーク撃てるところから撃っていきます。敵も空母から航空隊出てますね。まずは命中トマホーク。ミサイル巡洋艦プリンストン撃沈ですね。敵もただ耐水弾撃ってきてますので、まずは全力回避。さらに敵発見、トマホーク撃ちます。さらに敵発見、もうここからはトマホーク祭り状態。命中。ミサイル巡洋艦、レイクシャプレン。撃沈です。航空機が去っていく方向に、敵のね、母艦空母があると思って良さそうですね。ミサイル巡洋艦ポートロイヤル撃沈。空母発見しました。トマホーク撃ちましょう。まずはちょっと挨拶がてら一発先制攻撃ですね。お、ここに敵の機関の空母発見。命中。原子力空母ジェシー・ステニス。ちょっと実在する空母ではないかな。ステニスって空母、ちょっとあんまり聞いたことはないですよね。ただ、ここはトマホークの威力を存分に発揮していきたいと思うので、ステニスも狙いつつですね、周りの護衛艦も沈めていきます。ミサイル巡洋艦、コロラド撃沈です。で、空母とすれ違う状況ですかね。お、さらに空母がいるな。こっちの空母を先にじゃあ仕留めましょう。通常弾で1番艦から 4番艦までトマホーク撃ちます。至近距離トマホーク命中。 HS トルーマン撃沈です。最新鋭空母トマホーク4発当てるとはまりますね。命中。ミサイル巡洋艦アンティータム撃沈です。今度は魚雷です。ミサイル巡洋艦バンガーヒル、ちょっと近くてこちらにも少しダメージ出ましたが撃沈ですね。ではこのノイズの中に入って敵の耐水弾をまずかわします。かわしたらいよいよ敵の機関空母、これの撃沈を行います。その前にフリゲート艦がまだ発見できてませんで、ちょうど今、右に矢印が出たんですが、こちらにおそらく敵のフリゲート艦がいるんじゃないかと思います。せっかくなので、このフリゲート艦もね、トマホーク余ってるので、当てていきましょう。魚雷で仕留めました。キンケル。さらに命中、駆逐艦メル、メリルが魚雷ですね。先ほどの方はトマホークです。トマホーク命中、駆逐艦ヘイグと撃沈です。魚雷命中、トマホークではなく魚雷です。駆逐艦レフトウィッチ撃沈。これでもうあらかた敵の水上艦は機関空母以外はいなくなったと思われます。
では空母、先ほどね、あえて見逃す形にしましたけども、撃沈しに行きます。ここまで来ると、ほぼ無双状態ですね。1番艦から4番艦まで魚雷戦。敵、空母。ここに向けて、魚雷、出た。命中。原子力空母、テニス、撃沈です。まあ、完勝でしたね。はい、というわけでミッション17と18、プレイをしました、いよいよ次回はですね、最後のミッション20までたどり着ければいいかなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、その様子をお届けしたいと思います。